私の名前は上里静香。実力が認められて、この間ソフトボール部のレギュラーになったんだ。今日もバリバリ練習のはずなんだけど、今日は中間テストの補習なんだ。日頃からコツコツ頑張っていないからこうなるんだぞ。はーい、こいつはいつもうるさいガミガミ先生。不幸なことに同じソフト部の顧問なんだよね。やっと終わった。次はちゃんと予習をしてくるんだぞ。お疲れ様です。あ、ビーコお疲れ。いや、今日もガミガミ言われたよ。相変わらずだな、しおりは。私はバッティングさえうまけりゃいいのよ。さあ、バッティングの練習でもするか。またバッティングばっかりして、上里は17時半の全体練習までランニング。また？昨日もやったじゃん。何事も継続が大事。ほら走る。足が治ったからってこんな毎日走らなくてもいいじゃん。そういえば足の痛みはどうなったの？あの時は痛かったけど、先生に治してもらってもう大丈夫だよ。それはよかった。外反母趾大変そうだったもんね。そうそう、もうあんな思いしたくないよ。え、あれからもう病院行ってないの？あ、うん。また来てくださいって言われなかった？言われたけど、行くのめんどくさいし、足は治してもらったし、行く必要なくない？私は先生に言われたから、まだ通ってるよ。え、リーコが痛がってたのって1ヶ月前じゃなかった？そんなに痛くないんだし、そんなのもう行かなくていいでしょ。ちょっと待った、それはいかんぞ。足から健康、足神様だ。え、足神？なんだよこの頭、ボコボコじゃん。頭打っておかしくなっちゃったのかな。違う、わしは元からこういう頭なんじゃ。そんなことより足の話じゃ。足？一度の治療で治ったと思ったら大間違いじゃ。コツコツ継続が大事なんじゃぞ。またコツコツとか継続とか、ガミガミみたいなこと言って、もう飽きたわ。どんなことで治るか、足湯ビーム。やだ。その1、ちょっと良くなったからって気を抜くんじゃない。足の痛みがマシになったからといって治ったわけではないぞ。まずは継続して二度と痛みが出ない体を目指すことじゃ。その2、通院することは大事だぞ。続けると言っても先生がいいと言うまで通院することが大事じゃ。素人判断は良くないぞ。正しいエクササイズの方法を学ぶのじゃ。その3、結局コツコツ続けていくことが大事なのじゃ。勉強も治療もコツコツ継続することが大切なんじゃよ。毎日の習慣が良い結果を生み出すんじゃ。あれ、足神様は？私も気がついたらいなくなってたんだよね。何だったんだろう。でもなんだかためになったね。コツコツ継続か。続けるって大事なんだね。ガミガミのやつも案外いいこと言ってたのかもな。今何時？やばい、もうこんな時間じゃん。またガミガミに怒られる。私までしおりの巻き添えじゃん。私のせいじゃないです。その後はガミガミ先生にがっつり叱られたけど、おかげさまで足も良くなったし、何より文武ともに好調になってガミガミにも怒られなくなった。足神様ありがとう。